るる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 る何かしてるとは思ったけど、何このケーキ、すごすぎでしょ。しかも手作り。すごいすごい、ぬいぐるみのみんながいっぱい並んでる。ふむ、このぬいぐるみくんたちはマカロンでできているようだね。手間もかかっているし、ずいぶんと立派なケーキだ。驚いたな、いつの間に作ったんだ。えへん、みんなに驚いてほしくて、すっごく頑張ったんだよ。本当にすごいね。エムちゃんの頑張りが伝わってくるよ。おいしそう。すごいわね。こんなに素敵なケーキ初めて見るわ。まるで夢みたい。それとも、もしかしてここが、夢の中なのかしら。ルーカったな、夢なんかじゃないわよ。そうだよ。これは、Mちゃんがみんなのためにって、頑張った成果なんだから。ケーキもテントも、夢いっぱいって感じだね。どんな賞をしてるんだろう。ちょっとルーカー、こんな時くらいちゃんと起きてなさいよ。みんなびっくりした？ワンダフルになった？なったかな？ああもちろん、最高にワンワンワンダフルだ。うん、すごく嬉しい。ありがとう、M。僕からもお礼を言わせてほしい。ありがとう。M 君、お疲れ様。バレンタインサプライズ大成功だね。わー、しほちゃんのチョコってまさかフェニラン限定？の形したチョコめっちゃ可愛いね。でしょ、今年限定なんだ。箱が可愛いから毎年買ってるんだよね。トナミとイチカはもしかして同じチョコかしら。実はそうなんです。ショッピングモールにチョコを買いに行ったら偶然イチカちゃんと会って。どうせだから二人でワンランク上のを買おうって話になったんだよね。そうだったんだ。仲良しだね。そういえば、さっきのチョコは？えへへ。じゃじゃーん！みんな、ハッピーバレンタイン！わー！すごく大きいケーキ。しかも、上に乗ってるクッキーって、私たち？うん！ミクちゃんたちのクッキーもあるよ。本当だ、俺たちもいる。すごい。これ特注だよね。かなり高かったんじゃ。ううん、違うよ、私が作ったの。え、手作りなの？すごい、びっくりしちゃった。さっきってこんな可愛いクッキー作れたんだ。みんなにびっくりしてほしくて頑張ったんだ。アイリ先輩に教えてもらったから綺麗にできたんだよ。桃井先輩に？あ、ねえサキ、このケーキ作ってたのってもしかしてあの時？そっか、それで秘密にしてたんだ。うん、心配させちゃってごめんね。どうしてもサプライズ成功させたくって。
しょうがないな。ハッピーバレンタイン。わあ、はるかちゃんのチョコかわいい。ペンギンの形だ。みのりのチョコはハート型なんだね。チョコペンで名前も書いてある。飾り付けも凝っててとってもかわいいわね。よかった、しずくちゃんのチョコもすっごくおいしそう。ええ、それにメッセージカードも入ってるのね。どれどれ。あ、アイリちゃん、恥ずかしいから後で読んで。はいはい。じゃあ次は私のチョコを渡そうかしら。みんなちょっと世界に来てくれる？え？世界？